こんにちは。ご視聴ありがとうございます。東京マルイハイキャパ 5.1 ガスブローバックガスガンを紹介します。定価は 14,800 円。2023年12月に再販されてフロンティアさんで販売されているものを紹介します。説明書、なかなかトリガー引きながらハンマーコックする人はいないでしょうね。ただまあやったらちょっと危ないですね。まあ、言われればそうですけど、銃逆さにして撃つと生ガスが出ちゃうんで撃っちゃダメって。メンテナンスについて、スライド部分のレールとかはグリスで、このハンマーとかトリガーとかはスプレーと。全長は222mm、重量は 842g でした。マガジンは 315g でした。装弾数は31発。たまになんかね、マイナーバージョンアップとかされてるんで、はい、こんな感じです。スライド引いてみましょうか。ショートリコイルしてインナーバレルがこう前には来ないですね。見えやすくなります。はい、上から、いや新品のハイキャパ綺麗ですね。はい、フロントサイト金属製で、まあ、左右も動かせますよね。はい、ホワイトリアサイト、左右上下の調整ができます。金属製でいいですね。リアサイト、いやブレード大きくていいですね。サイトピクチャーはこんな感じ。刻印 OPS-MRP45 口径、チェンバーにも 45ACP、 右側に MRP とあり、フレーム側にも東京マルイ ASGK などの刻印が見えます。スライドの引き、いいですね。後ろの遊びもあります。マガジン抜いてスライドを引くと、スライド前進しますね。スライドストップ下げても前進、軽い力で押せますね。フレーム下部からトリガーガード、そしてトリガーと、はい、トリガープル、ちょっと遊びがあってここで重くなり、軽いですね。トリガープル、おお、361g、軽。安全装置は右側と左に回って、ハンマーコックしないと動かないですよね。これで安全装置はハンマーコックしないと動きません。これで安全、そう、グリップセーフティーもあるんですよ。打てないですね。でこれでも打てないと、グリップセーフティーを押しながらだと打てますと。マガジンキャッチボタンを押すとこのように出っ張ってマガジンは自重で落下しますね。はい、グリップ見ますね。この競技用のねフルチェッカーフロント、側面はほぼフラットで、やっぱりねここら辺の角張りとかがねちょっと気になるっちゃ気になりますよね。でスプリングハウジングは、ストレートでチェッカリング入り、まあ握るとまあ要は慣れてるんでね。はい、通常分解いきましょうか。なんか変わってるとこあるから、マガジン抜いてスライドをここの切り欠きの部分まで下げて、反対側からスライドストップを押しますと。そうするとスライドストップが出てきて、はい、抜けると。でスライドが前に外れますと。フレーム側特に変わりなさそうですね。リコイルスプリングはバッファなし、ホップは中立よりちょっとかかってる状態ですかね。リコイルスプリングをまずプラグを引いてからずらせば外れますね。はい、でバレル前に抜けると。スライドはプラグとか含めた状態で 120g でした。重い方ですよね。やっぱりサイトが金属なんでそこら辺もあるかも。バレル戻して組み立てていきます。リコイルスプリング縮めといて、これ上の平らな部分を上にして横から滑り込ませてからの、やっとプラグを滑り込ませますと。はい、 OK。 やっぱりちょっとグリスとか入ってますね。でスライドを前から入れてスライドストップ入れましょうか。この丸い切り欠きのところと先っぽを合わせて、はい、はい、入りました。ガス入れますね。
はい、キャパね、結構ガス入るんですよ。20g 入ったと思うんですけど、どうかな。結構時間かかります。はい、入りました。ガス 23g 入りました。玉入れますね、0.2g のバイオ弾。まあ、いつものローダーで入れますか。いいですね。これだと多分32入ってるんですよね。これ動かないと。はい、31、これでいきます。エアガン競技 APS カップの的を5メートル9メートル先に置きました。サイト合ってますかね。ちょっとホップがかかってるかも。まあ、だいたい近いところ飛んでます。やっぱりリコイルバッチリいい感じですね。よう落ちた。というわけでスライドストップもねちゃんとかかるし、マガジンね大きいので冬場でもね安定してますよね。ガスの消費を計算すると1発あたり 0.14g でガス1チャージで164発打てる計算です。ホップが強すぎたのでちょっと中率より下げて続行します。マガジンの温度は 16.5 度、 70.2、 71.4、 71.1、 70.5、 70.3、 70.3、 69.9、 69.9、 70、 69。 おー、安定してますね。発射音いきません。50センチ離して 99.2、真横115、銃口は 116.5 でした。スティールチャレンジのラウンドアバウト打ちます。打ち慣れてるんでいいですね。やっぱトリガープル軽いしね、まあ、競技用の銃なんで、まあ、こういうのにはね向いてますよね。エアガン競技 APS カップ打ちますね。まずサイトね合ってるかな。大丈夫っぽいですね。ではブルザイ打ちます。いやー、いいですね。やっぱりトリガーがねもう慣れてるので、気持ちいいですね。リコイルもパッチリ素晴らしい。ほぼサイト通りでグルーピングもまずまずですね。ハイキャパ 5.1 いいですね。ハイキャパシリーズでねこれが結局一番好きですね。まあ、以前にもねハイキャパいっぱいバリエーションあるんでね、あの他の動画もぜひ見ていただいて何かの参考になればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。